今回はこちら Google の Pixel シリーズにつきましてお得情報をご紹介したいと思います。公式ページの方では間もなくお披露目ですということで間もなく発表でのピクセル8、Pixel 8 Pro、そしてピクセル l w a t 2、この辺の情報がもう掲載されていますが 今回はこの最新モデルではなく現行機種に関するお得情報となります。今回 Google では創立25周年キャンペーンが期間限定で開催中となっています。このキャンペーンは特にお得で、この25周年の25にかけて Google の Pixel、スマートフォンが25%オフになるとか、 25周年記念のトートバッグがもらえるとかそういったキャンペーンとなっていますやはり何と言っても特にお得なのがスマホが25%オフで購入できるというところになります今回はこのキャンペーンもう少し詳しくどういったものなのか解説していきたいと思いますでは順番にご紹介したいと思いますまずはスマートフォンに関するキャンペーン現在のハイエンドモデル Pixel 7 Pro 7、これが25%で購入できるようになります。ですので、まもなく発表定の Pixel8 Pro とか、最新機種にこだわりがないならば、今ならば25%で購入できるこの Pixel7 Pro。こちらかなり狙い目となっています。また、この Pixel7 Pro につきましては、さらにお得なキャンペーンが開催されており、 対象デバイスを下取りに出すことによってさらに6万円オフこれを受けることができますあですので、えー、とにかく今回のキャンペーンの中でもこの Pixel 7 Pro これはお買い得なモデルとなっていますまたスマートフォン関係で言いますと Pixel 7A こちらは 購入して対象デバイスを下取りに出すことによって2万5000円の払い戻しを受けることができるとなっていますこちらは単体で25%オフではありませんのでそこの辺は注意が必要ですまたこちら Google 創立25周年限定トートバッグ注文した製品と一緒に発送する とキャンンペーンも同時開催となりますこちらは完全に無料で提供されることになりますがあらかじめ用意している在庫がなくなればその時点で終了となりますあとはスマートフォン関係のキャンペーンで言いますと Pixel 7A を購入すると YouTube Premium と Google 版が3ヶ月無料になるとか Pixel 7 Pro も同様 購入すると YouTube プレミアム Google One3 ヶ月無料あとはこちら Google ストア限定ということで Google Pixel スマートフォンの購入で POVO2.0 新規契約時に使えるキャンペーンコードデータ追加 3GB 括弧30日間これをプレゼントとなっています こちらは SIM フリーのピクセルを購入して au のポートと組み合わせて使う場合適用されるキャンペーンとなります今 au を契約している方そういう方にとってはこのモデルお買い得と言えますまた今回のキャンペーンはかなり幅広い製品に対して用意されておりこちらワイヤレスイヤホンに対しても今回の25周年記念用意されています 例えばこちら Google ピクセルバッ a A シリーズこれは Google 純正のワイルス予報の中でもスペック的にはハイエンドとはいかないものの、まあ、ミドルクラスというか他社のモデルと比べるとスペックは高いんですがミドルクラスのモデルとなっていますこちらは通常が1万3700円のところ一万 円でで購入できるようになりますそして上位モデル Pixel b a プ s Pro こちらは25%オフとなります通常価格が28,200円のモデルが21,150円となります なお、この2つのモデル、形も割と似ていますので、えー、どういったところが違うのか、見た目だけでは判断できませんが、スペックの違いについてもご紹介しておきます。ちょうどこちらにスペックの比較をした表がありますので、それを見ながらご紹介したいと思います。まずはこちら、A シリーズミドルクラスの製品、そして Pixel b u d s Pro という上位モデルの製品となります。このミドルクラスの ピクセルバッツ ACs。こちらにつきましては、ノイズキャンセリングが非搭載となります。ですので、まあ、この2つのモデルを比べた際の大きな違いというのが、ノイズキャンセリング、アクティブノイズキャンセリング機能があるのかないのかというところになります。主にこれが搭載されていて便利な機能としましては、朝、通学時など、電車に乗っている際、 電車の中のうるさい音とか、そういったものをなくして音楽などを聴くのに集中したい。という場合、そういう場合は、こちらの上位モデルピクセ p i x e l b s Pro、ノイズケアッに対応したこのモデルがおすすめです。一方で、静かな環境でしか音楽を聴かないといとうのがあれば、PixelBots、ま、s、あ、シリーズでもいいですが、やはり、 道端とか電車内以外であっても騒がしい場面というのは多いのでとりあえず外出時に音楽を聴いたりするという方の場合はノイズキャンセリングがついている PixelBuds Pro これがおすすめです価格は1万円違いますがやはりこのノイズキャンセリングがついているととても快適ですので外出時にワイルス表を使うという方はもうこの PixelBuds Pro こちらを選ぶといいかと思います あとは細かい違いとしましては、バッテリーがーどうとか、それから通話時の音質がどうとかというのもあるんですが、この辺はざっくり言うとほぼ同じ。違う点としましては、やはりノイズキャンセにもかかってきますが、外音取り組みモード、つまり外の音をちゃんと取り込むことができるマイクがついているのか、 ついていないいいてなのかという違いがありま,すまあこれも使うシーンにおいては割と便利で音楽を聴いている最中にちょっと話さないといけなくなったとかあるいはこれは友達と話すだけではなくコンビニで買い物した時レジの店員さんと何かやりとりをするとかそういったシーンにおきましても概要の取り組みモードがあるととても便利です。 あとは意外とこの点も重要なところになってきますが、ワイヤレス充電。Pixel b u d s Pro の方がワイヤレス充電に対応しています。まあこれはイヤホン自体が対応しているというよりは、ケースが対応しているという言い方の方が新しいかもしれませんが、これも対応しているととても快適な機能となりますので、やはり全体的に良さに余裕があるならば、この Pixel b u d s Pro これを買った方がいい。 というのが、これら比較したときの結論となります。では、セールの話に戻りますと、その他、セール価格で販売されているモデルとしては、スマートフォーム。こちらは、Google ストア限定、対象の Google ネスト商品の購入で p ぼ2 0の新規契約時に使えるキャンペーンコード、データ追加3イト30日間をプレゼントとなります。 こちらもやはり au のサービスと組み合わせたキャンペーンとなっていますそしてこちらこちらもまもなく新型モデルが発表となりますが現行の PixelWatch こちらが25%フで購入できるとなっていますこちらもやはり最新モデルにこだわりがあるという方の場合はまもなく発表の PixelWatch2 これが発表されるのを待っておいた方がいいですが、あそんなに最新モデルには興味がないという方、そういうことはこの現行モデル、安く購入できる今買っておくのもいいかと思います。価格につきましては Wi-Fi モデルと 4G の通信に対応したモデル2つありますが、Wi-Fi モデルのバイレスと通常4万円するところ29,850円のセール価格となります。 もともとアップルウォッチよりもかなり安いモデルでありましたが、セール期間中は29,850円とさらにお買い得なモデルとなります。とりあえず何かスマートウォッチ使っていないという方、iPhone だけではなく Android でも使えるというのがこのモデルの特徴ですので、どんな方にもお勧めできるモデルとなっています。割引額も約1万円オフということで、とてもお買い得なモデルとなっています。 あとはこちら、アセット商品の割引というのも行われています。お家を見回る安心パック加工プレミアムということで、こちら、監視カメラの機能も備えたカメラと、このタブレット。これのセットモデルが通常51,950円のところ、46,450円。部屋いっぱいの音が広がる オーディオパッケージということで、えー、こちらスピーカーとセットモデル通常2万3100円のところが2万800円こちらはタブレットそれからオーディオこういったもののセット通常ですと5万8000円のところ5万2000円あとはこちら家でもどこでも楽しめるセットこれはタブレットもありそしてテレビに接続して使う いわゆる Fire TV のような製品、それもセットになったモデル、3万5千円のところが3万1千円というセール価格になっています。あまあ、いろいろありますが、とにかく実用性が高いモデルとしましては、やはり、この Pixel 7 Pro 25、25%オフの上にさらに下取りいたすことによって、6万円も、さらには追加で安くなる。これが特にお得な内容となります。 あとは使用頻度の高い製品としてワイレスジャン。これも通常よりも安く購入できますので、こういったもの。まあ無理に使わないものを買うのではなくて、普段よく使う製品。そういったものの中から、あー自分にはどのモデルが必要なのかとか、よく考えた上で選ぶといいのではないかと思います。なお、今回のキャンペーン、期間限定となります。 キャンペーンの期間、あそして今後 Pixel 8シリーズなど Google が発表予定の新製品が発表される日付、その辺のスケジュールについてご紹介しておきます。まず今回のキャンペーンにつきましては9月23日までということでまもなく終了となるキャンペーンになります。一方の新製品発表会はといいますと こちら10月4日となります。つまり何かと言いますと、新製品発表会の様子を見てから今回のキャンペーン申し込もうとすると、もうすでにキャンペーン終了となっていますので、えー、その点注意が必要です。特にお得な Pixel 7 Pro など、こちらもう欲しいと思っている方の場合は、早めに購入しておくといいのではないかと思います。 このクラスの大きなキャンペーンは、そう、再々は開催されませんので、以前から欲しかったという方は、このキャンペーン開催中の9月23日までの間に購入しておくといいかと思います。ということで、今回は Google が現在開催中のお得なキャンペーン、創立25周年キャンペーンをご紹介しました。今回は以上です。グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。